やるか。ナミを航海士に迎えたルフィは本格的にグランドラインを目指すべくオレンジの街を後にした。航海の途上、新たな船と仲間を求めてルフィたちはシロップ村に上陸。そこで村の少年ウソップと出会う。ウソップは村一番の大ぼら吹きで村人をいつも騒がせていたが、両親を亡くした病弱な少女カヤをほら話で元気づける心優しい少年でもあった。意気投合したルフィとウソップが村外れの海岸で話していると、偶然カヤの執事クラハドールが海賊らしき男と不穏な相談をしているのを目撃する。執事クラハドールの正体は元海賊であり、カヤの両親が彼女に残した財産を奪おうと企んでいたのである。それで計画の準備はできているんだろうな。えらいことだ、えらいこと聞いちまった。あの執事はキャプテンクロー、カヤの財産をずっと狙ってやがったんだ。夜明けとともに村を襲え、村の民家も適度に襲い、あくまで事故を装いカヤお嬢様を殺すんだ。聞いた通りだウソップ君、君が何を聞こうとも私の計画に影響はない。くそ、くそ。みんな大変だ、海賊が攻めてくるぞ。またか、あのホラ吹き坊主。今日という今日は許さんぞ。信じてくれよ、本当にみんな殺されちまうんだ。とっ捕まえろ。くそ、くそ。俺は嘘つきだからよ、鼻から信じてもらえるわけなかったんだ。でも事実は事実、海賊は本当に来ちゃうんでしょ。間違いなくやってくる。でもみんなは嘘だと思ってる。明日もいつも通り平和な一日が来ると思ってる。だから俺はこの海岸で海賊どもを迎え撃ち、この一件を嘘にする。それが嘘つきとして俺の通すべき筋ってもんだ。こんなわけもわからねえうちにみんなを殺されてたまるかよ。とんだお人よしだぜ。よし、俺たちも加勢する。言っとくけど宝は全部あたしのものよ。で、お前ら。俺の名はキャプテンウソップ。死にたくなきゃさっさと引き返せ。あんなガキを踏みつぶして村へ進め。こいつは北から攻めてきたみてえだな。村には誰一人入らせねえぞ。だったらあっちだ。船の宝が心配だわ。急がなきゃ。ウソ、頼む。ごやすいご用だ、キャプテン。
止まりか。誰だお前ら。なんで見つかったんだ。こうなる仕方ねえ。やった。仕方ねえ、俺は俺のやり方で戦うだけだ。おい、船の中に宝を見つけたぞ。400、いや、500万ベリーはありそうだぜ。私の宝に手を出すんじゃないわよ。罠の準備は万端だ。あとは奴らを誘い込めば。おい、野郎ども、こっちが村への近道みてえだぞ。進めねえな。おい工作隊、爆弾を持ってこい。まずい、バリケードを壊されちまう。誰か爆弾を持ってるやつを倒してくれ。予定の時間は過ぎてるってのに。キャプテンクロー、なかなか計画が進まねえと思ったら、なんだこのざまは。もう少し待ってやる。それでこの場を片付けられねえようなら、てめえら一人残らず俺の手で殺してやる。野郎ども、村へ急げ。このままじゃキャプテンクロに殺されちまう。本当
バリケードを作らねえと。心配すんな、お前らは一人抜きだ。俺が潰してやる。ウソップ、私が時間稼いであげるから、この間にバリケードを作るのよ。よし、このバリケードは完成だ。次は、あそこだな。壊しゃいいんだな。ほらよっと。おい、何やってんだよ。このままじゃやべえぞ。には村に入れねえはずだ。もたもたしやがって。俺の予定を狂わせる奴は皆殺しだ。ねえよな。どいつもこいつも俺の計画の邪魔をしやがって。時間だ、全員消してやる。かっこ悪い海賊団だな。お前がキャプテンで、たとえ何百人部下を従えようと、ウソップには勝てねえ。面白いことを言いやがる。何が勝てねえのか言ってみろ。器だよ。お前は本物の海賊を知らねえんだ。侮辱されたもんだ。ならば教えてやる、幾度となく視線を超えた海賊の恐ろしさを。あの構え、シャクシだ。シャクシを使う気だ。シャクシ！キャプテンクロー、やめてください！無駄だ！これは抜き足での無差別攻撃！あやつね、本人も何食ってるか分かっちゃいねえんだ！出てこい、羊！お前は仲間を何だと思ってるんだ！キャプテンクロー、やめてくれ！ダメだ、さっさと計画を成功させるしか俺たちが助かる道はねえ。お前ら、俺は特別な罠を仕掛けに行く。その間、敵を近づけないでくれ！
キャプテンクロにはついていけねえ。どうせ殺されるならお前らに望みを託すぜ。クロをぶっ倒してくれ。頼むぞ。血を引いている誇りにかけて無様な戦いができるか。俺は村を守りに行く。ここを離れるが問題ねえよな。とりあえず私のやれることはやったわ。あとは任せる。成功すれば村は守れる。頼んだぞ。面白いこと言いやがる。おめえみてえな臆病者に何ができる。今だ。小賢しい真似を。やったぞ。でも、ちくしょう。もう体が動かねえよ。笑わせてくれる。まあそこで倒れた方が安全だろうよ。立ち上がったところで所詮俺たちにはかなわねえんだ。かなわなくったって守るんだ。カヤも村のみんなも俺が守る。ん？お前らを通すわけにはいかねえ。俺はいつも通り嘘をついただけなんだから。村ではいつも通りの一日が始まるだけなんだから。俺は勇敢な海の戦士になる男だ。村の者には指一本触れさせねえ。エンパシよっよっ。どいつもこいつも黙って切られてりゃいいもの。お前みたいな男には絶対に俺はならねえ。ならないんじゃねえ、なれねえんだ、てめえごときにはな。よそ者のお前がなぜこの村のことに首を突っ込む。
死なせたくない男がこの村にいるからだ。てめえら無駄に抵抗するんじゃねえ。今ここで計画通りに消さ。黙って切られてりゃいいものを。させるか。くそ、離れろ貴様。これでお前の3年の計画も完全に失敗だ。なんだと。その後もの俺の計画は絶対に叶わない。前を捨てて海から逃げるような海賊に俺が負けるか。俺はモンキー・ディ・ルフィ、海賊王になる男だ。海賊クロを倒したルフィたちは村を救ったお礼としてカヤから船を送られた。船だな。悪いな。おう。お前ら見てたらよ、やっと剣心がついた。俺はこの村を出て本物の海賊になるんだ。元気でな。またどっかで会おう。なんで？あ、なんでって、愛想のねえ野郎だな。これから同じ海賊やるんだから、そのうち海で会ったり。何言ってんだよ、早く乗れよ。え、俺たちもう仲間だろ。キャプテンは俺だろうな。バカ言え、俺がキャプ